小野川川口付近の空撮稲敷市は、茨城県の県南地域に位置する市である。稲敷市発足前、稲敷市発足後編成の年表編成表級、江戸崎庁舎2016年5月6日、犬塚1570番地1に、市役所新庁舎が開庁し、部下を集約化。高等学校中学校、小学校江戸崎駅鉄道路線は市内を通らない、ものの、かつて、 日本国有鉄道が鉄道を保管する役割として、常磐線土浦駅と成田線沢原駅の間に自動車路線を設けていた。現在は JR バス関東が運行しているが、沢原方面の運行からは撤退した。代替路線として公的補助を受けた桜東バスが現在同区間を運行しているが、依然として沢田方面の利便性は低い。路線バスは、 主に、江戸崎と土浦市、龍ヶ崎市、香取市沢原地区、下嘘神崎を結ぶ路線が運行されている。江戸崎の中心部には、国鉄自動車路線の自動車駅を継承した、江戸崎バスターミナルがあり、桜東バス、ブルーバス、稲敷市、コミュニティバス、東コミュニティバスも乗り入れる。これまで、関東鉄道、及び工術する、各路線バス、 稲敷市、コミュニティバスは経由していなかったが、乗り継ぎをしやすくするためという理由で2018年10月1日付で、江戸崎バスターミナルに移設された。高速バスは、鉾田市と東京駅を結ぶ、麻生号が、東地区に、バス停を設置して経由する。和田公園、チューリップ祭り江戸崎祇園祭りの出し出しの分回し。ありがとうございます。